サイン。
使って一体は。おう待てや、真島。ああ、誰やお前。オデッセイのもんやって言うたら心当たりあるやろ。オデッセイ、望みの引き抜きなら山形と話はついとるで。支配人が納得しても俺らが納得するか。国によってうちのナンバーワンを引き抜くた。ええ度胸しとるやないか。あんた、お客様は神様や言うて客に土下座までするらしいやないか。夜の帝王かなんか知らんが、情けない話やで。そんなに金が欲しいか。客には通用しても俺らに土下座は通用せんで。ま、試しにやってみてもええけどな。お前らの言う通りや。お客様は神様。うちの店に来た客になら土下座でもするし靴でも舐めたるわ。せやけど客やないなら話は別。まして喧嘩売りに来たチンピラなんぞに
俺が優しいと思うな。大層な口聞けんのも今のうちや。カマ、やってまえ。強すぎる。何なんやお前は。お前ら仕返ししたかったら店に来いや。客としてなら土下座でも何でもしたるわ。好きにせ。ただその後どうなるかは保証せんぞ。お客様は神様やからな。この町は牢獄や。俺が塀の外に出られんのはいつなんやろな。兄弟、おう、兄弟。おう。例のあれ、持ってきたんやろな。ああ。まがいもんは一切なし。堂島組経由で仕入れた正真正銘の本物や。拳銃は全部で6丁。1丁につき6発撃てるとして、36発は発射できる。36発か。相手は上野義晴とその場にいる清和会の連中全員。こないなとこ呼び出して
何のつもりなんすか、柴田。単刀直入に言います。今日の上野義晴の襲撃、真島さん行かないでください。どうしてそれを。あなたと冴島は今日出所直後の上野義晴を都内のラーメン屋で襲う、そういう計画ですよね。実はあの計画ちょっと問題がありましてね、予定を変更させてもらうことになりました。このまま襲撃に向かえば堂島組長や島野さんにも迷惑をかけることになってしまいます。兄弟はもう向かってんねや。じゃあ俺はどうしたらいいんじゃ。真島さん、あんたは俺に兄弟を裏切れっちゅうか。このまま見殺しにせえっちゅうか。落ち着いて落ち着いて。俺は行く。たとえどんな裏があってもかまへん。俺にとって冴島はたった一人の兄弟なんじゃ。真島さん、でもそれじゃああなたの身も。うるさい、関係ないわ。こっちはそないのもとっくに捨てる払ってきたんじゃ。そうですか、それじゃ仕方ありませんね。おい、柴田。失望したで、真島。島野の親父。極道にとって親の命令は絶対。お前やったらそんくらい分かっとると思っとったがな。親父、兄弟は、冴島はどうなったんですか。教えてください、親父。道を外した極道の行き着く先がこの穴蔵や。あ、親父。安心せえ、別に殺しはせん。せやけど、ここにぶち込まれた奴はみんな殺してくれって泣いて頼むわ。なんでやろな。親父、兄弟は教えてください、親父。